ちょっと味出てきちゃってるでしょ。まだルネサンスとは言われてないわけだよ。あちこちに伝えられていった時代なんだよね。14世紀の終わりぐらいになるともうここまで来るわけですよ。だいぶ人っぽくそうです、ね、なってきますよね。ルネサンスが花開いた時代、この初っ端を飾るのがちょっと人間っぽく描くっていうのをあちこちに伝えていったのがシモーネ・マルキーニっていう人なのね。ちょっと味出てきちゃってるでしょ。で、うん、ただまだマルティーニとかの時代はまだルネサンスとは言われてないわけだよ。まだゴシックと呼ばれてる時代なんだけど、はい、国際ゴシックと呼ばれてジョットとかマルティーニのこの書き方があちこちに伝えられていった時代なんだよね。これが1300年頃でしょ。でこれが1326年頃、マルティーニはシエナ出身の画家なんだけれども、結構あちこち行ってフランスにも行ったりして、こういう風に描いていいんだよ、みたいなことを広めていくわけですよ。ここからその国際ゴシックと呼ばれる時代が始まるんだけれども、まあイタリアの画家に限って見ていくと、これがだから、1326年だから14世紀の初めじゃない ?14 世紀の終わりぐらいになると、もうここまで来るわけですよ。ジェンティーレ・ラ・ファブリアーノっていう人の。作品なんだけど、だいぶ人っぽくそうですね、なってきますよね、そしてこの15世紀1400年代、この1400年代を俗にカトロチェントと言って、ルネサンスが花開いた時代、15世紀カトロチェントのイタリア、この初っ端を飾るのがピサネッロっていう人なんだよ。ピサネッロ、これピサネッロの有名なウズラの聖母っていう、へえ、初めて見ました。初めて見た、はい、有名な。綺麗ですね。綺麗でしょ、うん、これ好きな人、うずらがいるからね。うずら昔飼ってたからなんか、すごい親近感を。うずら飼ってたんだ。卵を産んだ産まなかったです。産まなかった。うずらのせいも、たおやかな女性にマリア様がなってきてるじゃないですか。これがね、1420年頃の。作品なんですよね。ちょうどジョットのこれから100年ぐらいでここまで来たわけですよ。